はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日は結構バッサリ切りたいので、この辺まで切ります。で、今ビフォアの状態ちょっと回します。ビフォアが、こんな感じで結構隙が入ってるっぽくて、かなり削いでる感じです。ちょっと後で見せますけど、削いでて、だ軽めが普段やりやすいってことなんで結構軽めにはするんですけど、ちょっと削ぐとこがあんまないかもしれないので枝毛カットしたりとか、ちょっとしていきたいと思います。で、本人の意向であんまり段入れたくないっていうことなので、まあ僕のラインでほぼ段ない感じでちょっと削ぎを入れる感じの方が普段セットしやすいっていうことなので、そうしますね。で、結構この辺までバツって切っちゃいます。この辺もちょっとバレイヤー中でちょっとやっていきたいと思うので、まあ、ポイントをまたブリーチしちゃいますけど、全部やっちゃうと、結構やばそうなんで、最初はちょっと真っ白っぽい感じのスタイルだったんですけど、希望がちょっと髪が限界来ちゃいそうなんで、現状のところトリートメントカラーをしながら、ケアをして、それで最後、まあ、結構明るめに仕上げたいなと、ピールメッシュの方で仕上げていきたいなと思います。ちょっと前からまず決めていきたいんですけど、ちょっとショーバルタンっていうシザーを使ってカットしていきます。結構絡んでる。え、くせ毛はなんだっけ、これ何なの。くせ毛、いや違います、もう痛んでチリチリになっちゃう。え、これ何、牛、これはくせ毛なわけ。くせ毛なんだから、このうねりは。あ、うねりは多分くせ毛です。じゃあまず1回コームで溶かして、基本的にはノーコームで切っていきたいと思います。根元の癖が結構死んじゃうので、もうこれ分かりますかね、結構スカスカ、ここも毛がない状態になってて、この辺にミドルの重さが溜まってる状態なんですよね。軽めにしたいんだよね。はい、はい、で、この状態で毛先だけを切っていくと、あ、この状態ですいていくと余計ここの量が減ってきてしまうので、ここで必要なのがテイクセニングで、この中間のミドルの重さだけ取っていって、全体の毛量感を統一させるっていうのがテイクセニングなので、ちょっとそれも踏まえて、やっていきたいと思うんで、テイクセニングはね、過去の動画の方を、動画というか過去のレッスン見ていただければ分かりますので、それをちょっと融合していく感じになります。はい、まあ、こういう場合はもう大体多いパターンなんですけど、結構削がれちゃっててバランスがこう崩れちゃってる状態にテイクセニング非常に使えるのと、引っかかりも取れてくるので、そういう時はすごく使えます。もうこれ以上毛先も削げない状態なんで、ここら辺がもう非常に危ない状態ですよね。ことほぼない感じなので、この辺まではいい。はい、これいいね。はい、なんか今前髪ここになってるんだけど、この長さがいいわけじゃないでしょ。じゃないです。ってことは、じゃあここの前髪をもっとこの、例えばこのぐらいの仕上がりの方が多分かっこいい感じになるから、そこを、R2 のセニングですね。 R2 セニングでカットします。 R2 でちょっとぼかしながらカットしていきますね。はい、これでぼかしてカットして、これでちょっと無理やりつながったんで、ちょっと前髪が長く見えます。でこれぐらいの量感で結構動きが、束感が出てるんで、いいかなと思いますね。多分まあもっとこの辺こうなっちゃうんで、多分きっと今内巻きに入れてるからなんですけど、結構小さくなってるはずなので、でサイドの長さを合わせます。 R2 セニングで長さを、はい、今この状態にカラー塗っていくんですけど、まず根元の方は今ブルーブラック効いてるんで、結構赤みも少なくなってるのかなっていう感じで、結構いいかなと思うんですけど、まずじゃあこれで乾かしてどんな感じになるかですね。でまず、いつもやってますけど、ヘナウォーター、結構ダメージ受けましたから、ヘナウォーターとヘナジェルをつけていきます。で、これアウトバストリートメントなので、これをやって溶かして、それからヘナジェルですね。まあ、通常この手のカラーというのは2プロセスで、まあ、もしくは3プロセスぐらいでやります。まずブリーチをして、
ベースを整えてからカラー剤を塗って、で、まあ、なんか結構思ったようにならなかったりしてもう一回ちょっとシャンプー台でやるとか、まあ、そういうようなことが結構多いかなと思いますね。ブリーチの場合って結構難しいので、今日はもう本当にワンプロセスなので時間もそんなにかかんないで、やってます。枝毛カットをですね、大分単で最後仕上げるんですけど、もう熱入れてダメな毛はもう切っちゃうしかないので、結構フィンガーコームあるとすごくやりやすいんで、フィンガーコームでこう入れながら、ここはやってます、いつも。フィンガーコームでラインを作って、でこうすごいこういうぐちゃぐちゃだなというところですね、毛先の。ちょっと癖でね、今癖伸ばしちゃってるんであれですけど、そういうところをちょっと切っていきます。そしたらだいぶラインが綺麗になっていくので、こんな感じだけど大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、こんな感じです。